ついに日本上陸。アメリカで30万台以上も売れているサイクルマシンがさらに進化し新登場。この1台のマシンでなんと全身シェイプアップ、気になる体重もそしてポッコリお腹もこれで解消。そのマシンがこちら、サイクルツイスタースリム。ペダリング運動に連動し、上半身下半身のひねり運動、ボートを漕ぐような上腕筋の運動が可能なトリプルアクション。なんとこの1台で全身運動を実現。この新開発されたアームが腰のツイスト運動を可能に。バランスよく全身運動を行うことで効率の良いシェイプアップが実現されました。それでいて女性でも持ち運び簡単な驚きのスリム化を実現。サイクル運動とその効果とは。特に女性の場合には効率よくカロリーを減らしたいけれども筋肉質の体にはなりたくない、でそういう方にとってはいわゆるサイクル運動、まあ、自転車漕ぎ運動ですね、この運動がまあ最適な運動というふうに研究でいろいろ発表されています。そのサイクル運動に上半身運動が連動された効果とは。上半身の筋肉も使うということは、それだけ筋肉の数が、使われる筋肉の数が増えますので、より多くのカロリーを消費できるということがまず挙げられます。実際にサイクルツイスタースリムを3週間試していただいた結果がこちら。1日10分の運動でなんと約 3.5 キロのシェイプアップに成功。さらにサイクル運動と上半身運動の連動の効果も抜群。なんとウエストがマイナス約5センチ。これでポッコリお腹の心配も解消。このサイクルツイスタースリムはカロリー消費もさることながら、ツイスト運動の効果でお腹の筋肉を引き締め、さらに全身運動を行うことで内臓脂肪も効率よく消費します。足立淳教授のもと筑波大学にて実験を行ってまいりました。通常の歩行運動や足踏み運動とサイクルツイスタースリムでの運動を比較してみると、その差は一目瞭然。通常歩行との差はなんと3倍以上。わずか10分で30分以上の歩行運動と同じカロリーが消費できます。さらにサイクルツイスタースリムの運動がどの筋肉に効果があるのか見てみましょう。サイクル運動と上半身運動の連動は全身の筋肉に適度でバランスの良い効果を与えます。上半身では肩周りや腕、腹筋にとても効果的。ツイスト運動はお腹周りだけでなくヒップアップや腰痛の予防にも効果あり。サイクル運動の効果も抜群。太もも周りやすね、ふくらはぎなど下半身のバランス能力も向上。サイクルツイスタースリムはなんと全身12箇所の筋肉にバランスよく効果的な運動を実現しました。シェイプアップ以外にもメタボリックシンドローム症候群の予防や筋力低下の予防、肩こりの予防にも効果抜群。無理のない効率的な運動を行うことによって筋肉痛も起きにくいのです。一体なぜ筋肉痛が起きないのでしょう。で、自転車漕ぎ運動の場合にはそういう筋に対して大きな他からの力が加わりませんから、筋の断裂、いわゆる筋の中のそういった小さな断裂が起きません。これによって筋肉痛が起きない。筋肉痛が起きないということは筋が太くならない、つまり筋肉質の体にならないということになります。サイクルツイスタースリムは機能性も抜群。通常の軽い運動から本格的な負荷運動が可能なダイヤル式負荷調整ノブを搭載。こちらの速度、距離、カロリーが分かるスキャン機能付きコンピューター搭載で計画的な健康管理も可能です。安定感抜群の安全設計で高齢者も安心、室内で安心してご利用いただけます。下半身のサイクル運動に上半身のツイスト運動を加えてカロリー消費量は大幅アップ。1日わずかな時間でペダルを漕ぎながらツイストツイスト、これだけで無理なく驚きの全身シェイプアップ。さらにコンパクトで軽量だから女性でも持ち運びは簡単。これがサイクルツイスタースリム。これであなたも効率の良い驚きのシェイプアップを。